チェリック・ヒッテスは、オランダ海軍の駆逐艦。n 9艦名は17世紀のオランダ海軍軍人であった、チェリック・ヒッテスにちなむ。本艦は、元は、イギリス海軍のノンパライルとして建造されたが、オランダ海軍に引き渡されて収益した。さらに、第二次世界大戦後の1951年には、インドネシアへ移管され、ガジャマダとして、同国海軍の帰還になった。 チェリク・ヒッテスは1939年度見管計画に基づき、1940年5月22日にダンバートンのウィリアム・デニー・アンド・ブラザーズ社で寄港、1941年6月25日にイギリス海軍駆逐艦、ノンパライルとして浸水した。ノンパライルは1942年5月6日に大焼け見を行った後、5月27日に オランダ海軍へ引き渡され、チェリック・ヒッテスとして、初代艦長、ウィレム・ヤイ・クライス少佐の指揮下で収役した。収役後は、イギリス海軍東洋艦隊が7駆逐艦船隊に配属された。チェリック・ヒッテスは、スカパフローにおいて1942年6月から7月初めに、かけ、本国艦隊で、連戦訓練を行ったほか海外展開の準備を行う。 7月半ばにクライドワへ向かい、軽巡洋艦オライオンと n 級駆逐艦の同系艦であるオーストラリア海軍のネパールと共にクライドからインド洋へ向かう WS21P 戦団の護衛に参加した。公開中の8月5日には、さらにエジプトの第8軍へ装備品を輸送する AS4 戦団も合流している。8月20日、チェリクヒテスとネパールは、 戦団から離れ、ケニアのキリンディニへ向かった。9月、チェリク・ヒッテスは、ビシー政権を支持していた、マダガスカル島への上陸作戦の支援部隊に割り当てられ、事前訓練を行った。9月9日に、チェリク・ヒッテスは、キリンディニを出発し、マヨット・ミナカタ60マイル地点で、魔ンが上陸を行う戦団と支援艦隊に合流した。チェリク・ヒッテスと、 ファンハレンの2隻のオランダ駆逐艦は空母イラストリアスの護衛を行った。9月26日から27日、チェリク・ヒッテスはインド洋での戦団護衛任務のためにキリンディニエ戻った。チェリク・ヒッテスは10月いっぱいをインド洋での戦団護衛を行って過ごし、その後はアメリカ海軍第7艦隊の指揮下でシュドニー・フリーマントル艦の戦団護衛に当てられることになった。 12月4日、11日、15日には、ティモール島からの連合軍部隊や民間人の脱出を支援している。1943年2月18日から24日、チェリク・ヒッテスは、姉妹艦ファン・ハレント・軽巡洋艦アデレード、トロンプと共にフリーマントル・メルボルン艦の、戦護衛を行った。これはオーストラリアに対する日本の脅威に備えるため、 中東に展開していたオーストラリア陸軍第9、師団をパンフレット作戦として呼び戻すものであった。1944年1月、チェリクヒッテス、ファンハレン、トロンプの3隻のオランダ艦は、第7艦隊から東洋艦隊に再配属された。2月のトリンコマリー到着後、第7駆逐艦船隊に再配属されたチェリクヒッテスは、インド洋での船団護衛に復帰する。 2月22日から24日にかけて、日本からドイツへ向かう封鎖突破戦の捜索を行ったが成果はなかった。スカパフローにおけるチェリックヒッデス。1942年6月25日撮影。3月22日、チェリックヒッデスは、オランダやイギリス、オーストラリアの駆逐艦と共に、戦艦クイーンエリザベス、バリアント、巡洋戦艦でナウン、 空母イラストリアス以下の艦隊を護衛した。艦隊は訓練を行うとともにアメリカ海軍の空母サラトガラと会合した。サラトガは英連邦海軍がアメリカ海軍とともにイギリス太平洋艦隊として西太平洋で活動するにあたりアメリカ式の必要な要領や経験を学ぶために主要な役割を果たした。再訓練の一方で 英連邦とアメリカの艦載機は日本の石油施設への空襲も実施した。空襲の損害によって米軍が攻勢を予定する地域から日本軍の注意をそらすことができたと思われた。チェリク・ヒッテスは3月25日に機関故障のため機関を余儀なくされ洋上給油を行い空になった給油艦を護衛しながらトリンコマリーへ戻った。 6月を修理に費やした後に、チェリク・ヒッテスは、インド洋での戦団護衛に戻った。1944年10月に、チェリク・ヒッテスは、イギリスへ戻り、プリマスを拠点に、第8区地区間戦隊で、サウスウエストアプローチでの戦団護衛任務を行った。チェリク・ヒッテスは、ダンディで1945年5月から8月まで、改装に費やし、そのまま終戦を迎えた。 ガジャマダ時代のチェリク・ヒッテス。1960年1月1日撮影。ダンディーでの改装が完了した後も、チェリク・ヒッテスは戦後のオランダ海軍で平時の任務を行った。オランダ領東、インドで活動した後、1951年3月に、チェリク・ヒッテスは独立したインドネシアへ引き渡され、ガジャマダとして同国海軍の機関となった。 ガジャマダは1961年に退役し、オランダ南ホラント州、ヘンドリックイコールイドイコールアンのカイライスダイクによって解体された。ありがとうございます。